Teilchen, zettai handai. Teilchen, zettai handai. Kugi kette, zettai handai. Kugi kette, zettai handai. Senso suru kuni, 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 zettai handai. 集団的自衛権をまあ解釈変更でやるという、まあ、そのための武力行使の3要件というですね、文書の案が高村正彦自民党副総裁からまあ提示されて、でそれを公明党がどうするのかというところに来ているんですね。たとえ多少の修正が行われてもですね、結局は今の政権の裁量で限りなく曖昧に解釈していくという方向になるのはもうはっきりしていて、これは秘密保護法もそうですし、まあ、武器輸出の新しい三原則もそうでしたけれども、そういうところにやっぱり公明党がはまっていくということが非常に危ないというふうに思いまして、まあ、本当にもう最終段階に来ていると思うので、ここでやっぱり公明党を後押ししない限り、市民が危ないなというのは、改めて感じましたね。はい、公明党はしっかりしろ。公明党はしっかりしろ。35の市民団体、民主団体、労働団体が集まっているこの実行委員会の集会に、さまざまな同じ思いの団体の皆さんが連帯挨拶に来てくださっています。日本弁護士連合会の皆さん、弁クラブの皆さん、あるいは選任委員会の皆さん、立憲デモクラシーの皆さん、多くの皆さんがこの集会に来てくださっています。私たちは無名のさまざまな草の根の地域での市民運動の集まりですけれども、これら各界の人たちとしっかり手をつないで、何としても安倍政権のこの企てを打ち破りたいと思います。憲法解釈が時代によって みじろぐ時も、ガラス細工のようなこれまでの憲法解釈の積み重ねに何とか乗っかるよう、つながるよう細心の注意が払われてきました。それを一気にぶっ壊す、この憲法にのっとったこの国の在り方を変えてしまう、これは憲法解釈クーデターです。連座単位というのは一般単位よりも過酷な訓練をします。一番最初に遺書を書くんです。自分の自動車はどういうふうにするのか、預貯金は誰にそのお金を渡すのかなど、いろいろと遺書を書くことによって、本当に戦争っていうのは死を実感するんだということを経験しました。食料は持ちません。食料を持つんであれば、その分武器弾薬を持つんです。蛇を殺します。カエルを殺して食べるんです。そして任務を遂行するのが戦争、それが自衛隊の真の姿なんです。安倍総理にはそういう想像力も、人に銃を向けるということも、どうやって人を殺していくのかということも全くわからないんだと思います。この集団的自衛権という言葉も私は好きではありません。戦争するんです。戦争するための準備など今の現行憲法では許されていないんです。ぜひとも国民市民の皆さん、お一人お一人が本当に戦争する覚悟があるのか、本当に人殺しを加担するのかしないのか、自分のこととして捉えていただき、安倍政権権力を批判する国民市民であっていただきたいと思います。するな。戦争をする国にするな。
だけれども絶対にその息子たちを戦場に行かせる、うちの子もそうだけれどもよその子も絶対に戦場に行かせるようなことは許さない。うちの子だけじゃないです。安倍さんはその聞かないっていうのか、この聞こえている、本当はこの私たち の、 その日本の国民の戦争は嫌だ、憲法9条を守れ、集団的自衛権を、ね、行使するなという、その声がむしろ聞こえているからこそね、この暴走というか無理やりにでも聞かないふりして、進めようとしているんじゃないかなって思っているんです。安倍政権のむしろこれは焦りの結果ではないかなと思っているんですね。ですからもっともっと私たちは世論を大きく広げて、今度は絶対にその閣議決定もさせないしね、それにまつわる法案っていうのが秋の臨時国会にも提出されるかもしれないでしょう。絶対に諦めないでね、戦い続けよう、声を上げよう、周りの人たちに広げていこうと思っています。